していた。夫が我慢できなかった、アビルの悪癖。2014年9月に結婚したタレントのアビル優、33、と、格闘家の雑賀喜左衛門、30、が、離婚していたことが、13日、アイラドットの取材で分かった。二人を知る関係者によると、12月上旬に夫の雑賀が、一人で離婚届を提出したという。アビルと雑賀は、13年に知人の紹介で知り合い、翌年春に交際をスタート。約半年間の交際期間を経て、アビルが生放送の、アッコにお任せ、内で結婚を発表した。アビルは15年、5月に長女を出産。家族、3人の仲睦まじい様子の写真をインスタグラムやブログなどに多数投稿していた。17年、1月には、朝から、テキパキ家事と、娘のお世話をこなしてくれてる彼、ありがとう。と、家事と育児に参加する夫へ感謝の言葉も投稿していた。そんな幸せな家庭に暗雲が、立ち込めたのは、同年、10月のことだった。雑賀が美人モデル宅に宿泊したと写真週刊誌に報じられたのだ。アビルはインスタグラムで、現状を理解しながら、一つ一つ問題を解決していきたいと思います。と、コメントし、雑賀もインスタグラムで謝罪。家族としっかり話し合い、一歩ずつ前に進んで参りたく考えております。と、投稿した。前室の関係者は、子供もまだ小さかったので、夫婦で協力して乗り越えようとしていた。と話す。その後、アビルは昨年、5月に家族、3人が、笑顔で並んだ写真をインスタグラムに投稿した。そこには、家族、夫婦、親子、いろいろなことがあっても家族として夫婦として投げ出さず、100万回くらい、投げ出そうとしたし、これからもいろいろあると思いますが笑い。今日まで私たちをつなぎ止めてくれたのは、間違いなく娘の存在あってこそ。娘のおかげで私たちも成長させてもらってます。パパとしてママとして、これからも娘の笑顔を一つでも多く見られるように頑張ります。と、決意が綴られていた。雑賀も、今月、5日に自身の YouTube チャンネルの動画で、男は大黒柱じゃないとダメ。家族を守りたい。と、語っていた。まな娘のために頑張る。家族を守る。そう決意した夫婦に、一体何が起きたのだろうか。二人の関係をよく知る友人は、実は離婚をしたがったのは夫の雑賀さんの方なんです。小さな娘がいるのに、ほぼ毎日、夜遅くまで飲み歩くアビルさんに我慢の限界を迎えたようです。お酒に酔ったアビルさんが、深夜、2時や、3時に帰宅した後、夫と、娘を起こして騒ぎ立てるということも頻繁にあったそうです。と話した。親権はアビルではなく雑賀が持つという。アビル優、1986年、7月、4日、福岡県生まれ。14歳の時にスカウトされ、芸能界入り。モデルとして活動を、司会、ラジオ DJ として活躍。2014年、9月に格闘家の雑賀喜左衛門と結婚。15年、5月に長女を出産。母親は女優の中山貴美子。趣味はお酒、旅行、